木肌は、かんか木肌属の落葉香木。和名は、樹皮の表皮と内部の木質部との間にある内皮が、鮮やかな黄色であることから、黄色い肌の意に由来する。別名は、しころ、しころべ、黄柏、木肌が添加して木肌のほか、内皮に苦みがあることから苦木とも呼ばれている。中国植物名は、キカシワという。黄オオクアジア東北部の台湾。 朝鮮半島、中国の河北省から雲南省にかけて、また、ヒマラヤの産地に自生しており、日本では、北海道、本州、四国、九州、琉球に分布する。産地に生える。落葉鉱木で、私有異種。樹高は10から25メートル、目通り直径30センチメートル程度になる。葉は、大西洋女で、奇数上複用で、 長さは20から45センチメートルある。商用は5から13枚で、長さ5から10センチメートルの長大円形。裏は白っぽく、葉円は葉状になる。柿は5から7月頃にかけて、本年生の枝先に塩水花状を出して、黄緑色の小さな花を多数つける。柿は10月。果実は、角化で直径10ミリメートルほどの球形で緑色から黒く、熟する。 核は、柿の種のような形をしている。樹皮は、コルク質で、外樹皮は、泡、カッハイ色で縦に深い溝ができ、内樹皮は濃鮮黄色で厚い。この樹皮から、コルク質を取り除いて乾燥させたものは、生薬の大爆として知られ、薬用の他染料の材料としても用いられる。カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハの幼虫が好む植草である。蜜源植物としても利用される。 樹皮から、コルク質、外樹皮を取り除いて乾燥させると木薬の効かしわとなり、12から20年で採取できるようになる。樹皮が厚いほど良品とされる。夏の頃、樹液流動の盛んな時期に、根材から切り倒して枝を払い、幹や枝の太い部分を1メートル間隔に臨場と縦章をつけて、切れ目を入れ、傷口にくさびを差し込んで樹皮を剥ぎ取り、外皮を除いて、 内皮の線を色の部分を日干しして採取したものである。キガシワには、アルカロイドのベルベリン、パルマチン、マグノフィリンをはじめ、オバクノン、タンニン、粘液質などの薬用成分が含まれており、特にベルベリンは、組成分と抗菌作用を持つと言われる。主に組ニに、成長剤として、製薬原料として用いられ、ダラニスケ、モグサなどの薬に配合されている。また、 オーレンゲ毒油やカミゲ毒油などの漢方法材に含まれる。粘液質や担任には修練や消炎作用があり、内見や粘座に外用される。日本薬局方においては、キガシワを粉末にしたものを大爆末として薬局などで取り扱われており、本種と同族植物をキガシワの起源植物としている。民間療法では、胃炎、口内炎、急性腸炎、 腹板、下痢に、東はの粉末1回量 1g を1日3回、服用する用法が知られている。強い苦味のため、眠気覚ましとしても用いられたと言われている。妊婦や胃腸が冷える人への服用は禁忌とされる。このほか、打撲や念座、腰痛、関節待ちなどに、中皮を粉末にして、同量の小麦粉と合わせて、素でドロドロに練り、布やガーゼに塗って、 レーシップにして幹部に貼り、乾いたら貼り替える。アイヌは熟した果実を香辛料として用いている。海外では、シナホの木の抽出物と木肌からの抽出物を合わせたサプリメント製品が販売され、コルチゾールを低下させるとの報告がある。木肌は木肌色とも呼ばれる鮮やかな黄色の染料で、黄色に染め上げる以外に赤や緑色の下染めにも利用される。 中でも、紅花を用いた染め物の下染めに用いられるのが代表的で、紅花特有の染光色を一層引き立てるのに役立っている。なお、木肌は珍しい塩基性の染料で酸性でないとうまく染め上がらない。このため、木肌で下染めをした後は、染浄を十分にする必要がある。虫食いを防ぐ効果を期待し、仏教経典用紙の染色にも使われた時代もある。 現存する、正倉院文書や薬師寺伝来の、魚守る行などは経年によって茶色く変色しているが、染めた直後は墨書された文字を廃させる効果もある。木肌の芯材も黄色がかっており、木目が明確であるため、家具材などに使用される。ただし、軽量で柔らかいため、あまりにも強い果汁がかかる場所には向いていない。一部では、 クワの代用剤として使用されるが、その場合にはクワとの区別として女層と表記される。ありがとうございます。